インパクトの時は腕が伸びてるんですけど、誤解を生みやすいところかなと。返さず押し出すように使うっていうね、手首を使うってことは、本当にためになると思います。はい、どうもこんにちは。キレダスチャンネルのみです。今回はですね、インパクトなんですけども、昔、どのように伝えられていたのかっていうのを、この川上哲治氏の川上野球教室打撃編という本と、伊藤貞治氏の少年野球打撃編楽しいバッティングっていうね、こちらをね、検証してちょっとインパクトにつけて深掘りしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。前回のね、バッティングの6つのフェーズという、動画ね、ご覧になっていただけたでしょうか。見てない方はぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、その中で自分の、フェーズですね、大切にしているフェーズをまずしっかり持ちましょう、そこをぶらさずに行きましょうっていうお話をさせていただいたんですけども、動画の中でキレダスバット発売以来、インパクトのフェーズをすごい、重要視してお伝えしてきたつもりです。インパクトの時に、ポイントの確認ですね、こちらに、画像ポンと載ってると思うんですけども、近くでね捉えようと、特に、左バッターなら、トップハンドですね、左手、右バッターならトップハンド右手ですね、をしっかり、体の近い位置で捉えていきましょうということで、そうすると落ち込む感覚とかもね持てるというところです。伸びたところで打ちに行くとダメですよということをお伝えさせていただいてたんですけども、それって実際昔どう言われてたのかですね、自分なり調べてみたんですけども、川上野球教室打撃編というね、本で、こちらの本は、巨人の名監督ですね、川上哲治氏でですね、バッティングの神様とねと言われていてですね、レジェンドが出した本ですね。インパクトの部分ですね、どのように書かれているかなかっていうのをちょっと見てみたいなと思います。バットとボールが当たる瞬間、ボールがすぐに弾かれて飛んでいくように見えるが、高速カメラで捉えてみるとボールはいびつになって、ある瞬間はバットについたまま動き飛んでいっている。このわずかな時間にボールが遠くへ飛んでいく秘密が隠されている。ボールがバットに当たった時、後方の腕は曲がって押し出している。それから腰の回転につれて両腕が伸びきってリストを変える。そしてフォローするになり。ということが書かれているんですけども、私なりの見解なんですけども、腕が伸びきったところで打ちなさいという指導された記憶が小学校、中学校時代は僕もあるんですね。これはインパクトの動画を出した時にも何度か伝えていることだと思うんですけども、これを見る限り、そんなこと一切書かれてないっていうところですね。押し込む感じでっていうことを出すには、やっぱり近いところで、ですね、腕が伸びきったところでインパクトしに行くと、やっぱりそれが感じられないっていうこというふうに捉えることもできるので、実際にやっぱり、このトップの位置からいきなり最短距離で伸びたところで当てに行こうっていうことはなかったんだなっていう、これ46年前の本なんですけども、すごい丁寧に書かれているなと思いましたね。押し込む感じでっていうのを出すには、要はインパクトが近くでっていうのが、この当時も言われていたのかなっていうのは、知ることができました。続きまして、この少年野球打撃編楽しいバッティング、これ王貞治監修と書いてるんですけど、本当に指導者の方はこういう王さん、長嶋さんとかですね、その辺りの、まあ言って落合さんとかのことをすごい参考にされたと思うんですけど、実際どういうことが書かれているかちょっと見てみましょう。これですね、44ページですね。2、バットスイング。4、インパクト、腕を伸ばし手首を使うっていう項目があって、ここがもうインパクトのことに書かれてるんですけども、インパクトで大事なのは 腕を伸ばすこと、手首を使うことだ。まず腕を伸ばすことから説明しよう。ボールに向かってバットを出しているとき、後ろの腕はどうなっているかな。手首は上を向き、肘はへその近くにあるね。この後ろの腕をぐんと伸ばしてやるわけなんだ。できれば腕が伸びきる寸前でインパクトするのがいいと言われています。あれ、ちょっと違うぞ、川上選手と言ってることが。で、ちょっと続きあるんで、さて、手首の使い方だ。体が回ってきて、バットが前に振り出されても、それだけではまだバットの先は後ろを向いている。そうですね、まだヘッドが出てきてない状態ということですね。そこで腕を伸ばし、手首でバットを押し出してやる。この力が、バットに最後のスピードを与えてくれるんだ。手首で押し出すことによって、バットのヘッドはどんどん前に出てくる。そして腕が伸びた時に、バットのセンターピッチャーの方を向いているはずだ。ここね、すごいこれ誤解を生みやすいところかなと思うんですね。最後の方からちょっと巻き戻していってみるとですね、腕が伸びきった時にはバットの先端は
ピッチャーの方を向いているってことは、手首が多分こういう状態なんですね。こういう状態っていうことは、インパクトの時は腕が伸びきてるんです。これ当たってないんですね、多分。ボールはもう当たった、当たり終わった後のことを言ってると思うんですね。これは腕を伸ばし、手首でバットを押し出してある。おそらく押し出すように使うっていうことは、ここで、ここのどこかで当たっているはずなんですね。ここちょっと矛盾があるなって僕も実際思いますし、王さんが実際どういう感覚で打たれてるのかっていうのは実際話聞いてるんで分かんないんですけども、この言葉だけを取ると、バット出すときは手首を返さず押し出すようにするっていう、ここでやっぱり当たってる気がするんですね。で、王さんはホームランバッターなんです。やっぱりボールを遠くに飛ばしたいっていうことで、より遠くに飛ばすには実際にやっぱり伸びきたところで打てたら飛びます。ただこの押し出すフェーズがないとボールに当たりにくいんで、800なんぼもねホームラン打てないです。実際に加速するのはやっぱり前後の方になるんですよ。必ず振り出しはやっぱりまだ遅い、振り出した時のバットのヘッドスピードって絶対遅いので、だん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 バットは加速していくものなので、最初の振り出しは絶対に遅いです。後の方が速くなっていく、最果てになるほど速くなっていくことなんですけども、だんだん速くなっていくに当たったら一番いいんですけども、やっぱりそこだけいきなり行くとスイングも良くなりますし、やっぱり捉える確率が落ちるのでですね、王選手がどのように本当に言葉と、感覚のギャップがあったかは分かんないんですけども、やっぱりここはちょっと矛盾してるなっていうところはあります。ただ手首は使うって書いてるんで、書いてたんですけども、手首は返さず、ここはすごく大事だと思ってて、バットを立てて押し込む、こういう動作ですね、ここはすごく大事。こうじゃないですね、返さず押し出すように使うということですね。手首を使うということはこうじゃないよ、こういう使い方じゃないよということですね。ここはすごく大事かなと思いますね。押し出すっていう感覚ですね、持つにはやっぱり結構やっぱり実際に捉えに行くのは近いところで引きつけて打っているのかなっていうふうに、感じてます。はい、いかがだったでしょうか。ということで、まあ一つね、前回最初お伝えした6つのフェーズ、バッティングの6つのフェーズ知って、いろいろちゃんと自分でしっかり知識を吸収していきましょうというお話の続き、僕の、実際に勉強したことをですね、皆さんにお伝えさせていただいて、僕はこういう風に取り入れるよ、僕ならインパクトをですね、やっぱりこう見ても、近くで打った方がいいなって思いますし、今までやってきたことが間違っていなかったっていうのは、また一層強くなって知識も高まりました。お持ちになれてる方ですね、この懐かしいってね、これ友達とかに見せたら言われてて、やっぱりその当時で分からなかった、受け取れなかったね、理解できなかったこともすごい他の章でもね、あったので、ぜひね、昔の本だからあまりいいことが書かれてないとか思わずにですね、これご覧になられてる方はちょっとでもね、レベルアップのためになると思ってね、もう一度ね、機会があれば読んでいただきたいなと思います。本当にためになると思いますんで、インパクトやってきたら、次はね、バッティングのスイングですね、スイングの部分にちょっとフォーカスしてね、動画を送りたいと思い、お送りしたいと思いますので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは多くの方の野球のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。またね、コメントなどいただければ、励みになりますので、ぜひね、何か感じたとかね、レベルアップしましたとか、何でもいいです。コメントください。